緊急速報、ラジオ、ペンギンと出版。皆さん、こんにちは。西葛西出版の中村慎太郎です。こんにちは、大城あしかです。ひまそらあかね、都知事選出馬表明、これ、有名の中ですか、これは。いや、僕も、八度に右ぐらいしましたね。<laughs> えー。<laughs> で、これ、これがもう1時間前ぐらいで、結構速報で撮ってるんですけど、はい、あのー、 びっくりしましたねまずびっくりですねまず速報版として、はい、えと短めに話ひまさらあかねさんがどういう人かというのは、うん、僕は1年半ウォ,ッチウォッチャーをしていて2月末ぐらいかこの YouTube でひまさらあかねさん僕は支持してますよってことを言ったらすごいバズとすごい炎上とか同時に起こるような <laughs> 感じでですね、はい そこからアンチひまそらアカネ集団とに怒られたりと怒られたりと粘着されながら、うん、だんだん俺仲良くなってきたりとか結構、界隈を全般で見ていてひ、はい、まそらアカネ界隈アンチと支持者両方いるんですけどその中で、えー、と西賀紗出版と中村慎太郎ってそこそこ名前が知られてきているという感じですかね、うんはい、登録者の割には知名度はあるんじゃないかなと思います。さんは 一緒に相方の橋下さんは全然何も知らずにそれに付き合わされてる人という感じですね,ですね徐々に少しずつ詳しくなってきましたけどねそうですよね <laughs> で最初は、はい、えと東京都に対してと訴訟を起こしている一般人というふうな感じだったわけですよ、うんはい、そうですねでまあある種の味付けも含めて虚悪とやで戦うみたいなねそういうのを、えー、と紹介したわけですよあるっちゃあるだろうけどないっちゃない っていう闇の組織みたいのが何かグループというこれ実際組織があるわけじゃなくてまあ左派系の人たちが緩く連帯しながらえ自分たちの利益を取るように動いているのじゃないかというような動きですよね。これ、ちょっと平等を期すために言っておくと左派がそういうことをやってるっていうのは僕に言わせると多分最近のことで。最近うん その前はずーっと自民党がやってたようなことなんだけど母<ー>が強くなってきたら結局同じことやるんかいみたいな話でまあひまさらさんも最終的には自民党の方とかも、えー、と自民公明事項ですよね、うん、チェックしないといけなくなるんだろうなと思うんでまあもう敵がしかいない茨の道ですねちなみに僕も敵認定されてるので <laughs> 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 でも、敵認定される方がね、楽なんですよ。はあはあ、怖いんですよ。<laughs> まああ、まあまあね、わかりますよ。めちゃくちゃ怖いんですよ。この僕、俺が怖がるって相当なことなんですよね。あまりないですもんね。<laughs> めちゃくちゃおっかないで。<laughs> それは、はい、えっと。この番組を通じて、暇空金は何なのかっていうことをいろいろ考えてきたんですけど、はい。彼は縄張りを守る山猫の一種、マヌル猫であり、まあ、 すごく自分の大好きなアニメとか文化とかね、うん、漫画とかそういうものを守るためにシャ、はい、ーっていってうん、うん、縄張りの中をでその噛みつく縄張りを犯せやと噛みつくみたいな解釈をした後、はい、よりその発展した形で、うん、レンジャーであると自然を守る自然保護区を守るレンジャーとして東京都っていうのは出版社も多数ありますし作家もいっぱいいるし文化が生まれていく えー、その土壌として世界でも屈指のものなんですけど、はい、まあ東京だけじゃ日本ですよねうん、うん、その土壌を荒らしに来るやつ、うん、つまり作品を壊すことで名を上げたりするなるほどフェミニストの仲間たちが草津でやったような、うん、草津でな温泉娘とかね、はい、やったこととか温泉娘っていうコンテンツを潰そうとしたことが契機なんですけど。 まああうざきちゃん事件とかありましたよあのちょっとおっぱいの大きいうざきちゃんっていうイラストがシャツがありますそうそうそう使われていてそれはなんかセクシャルすぎるんじゃないかとか言ってね潰そうとした潰したんだっけもう実際潰したんじゃないですかねそういうのがあったりとかなんかどん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 そのアニメだったらいくら攻撃してもいいというようなね感じでやってくるのを止めるとまあ暇さらあかねさんはそういう人だったんですよはい えーと彼が公約を2つ掲げていますが1つ目である公金中止をなくすというのは、はい、その,サハの人たちが、まあ、要するにアニメとか文化のコンテンツを潰しに来る人たちに、うん、カウンターとしてその人たちの組織とかを調べ始めたわけですよ。うんうんね、そしたら、あれ、これ,これ不,正不正とは言わんけどちょっと。 やばくねえかみたいなお金の流れを見つけて、これは WBPC 問題というんですけど、はいえー、コラボパ、パップス、ボンド、若草、若草っていう4つの団体が、はいえー、若年被害女性など支援事業だっけ、そんな東京都の事業で、4つ合わせて年間1億程度だと思いますけど、うん、受け取っていて、3年だか4年だか。 そういうふうになってて、て、はい、この事業が日本中に広がろうとしているというのがあってですね、うんえー、これで、そこの,あのお金の流れちゃんとしてるかって会場をかけたら、はい、なんか領収書を出してないとかなんか実態が見えないみたいなね、はいあのー、これ、パップスだったと思うんですけど活動実績、アウトリーチ何件とかやってるんだけど、うん、これ、ヤフー知恵袋に書いただけじゃねえのみたいな、えー、とかね。<laughs> 明らかにそのなんか実態が見えなくて別に暇つな金さんはその悪だと言ってるっていうかちゃんと流れをはっきりしてくれて良い流れだったらいいよって言ってるんだけどそれが開示を求めたら東京都が黒塗りゼロにしますっていう公約をねあの要するに個人名とか別にして情報開示に対してはえっとまあノリ弁って言われるね黒塗りを なくすって言ってた小池百合子がその公約を消して黒塗りだらけの真っ黒の書類を出してきたと隠蔽する気満々なわけですよ、はい、ね、それに対してもうこれは住民監査をするしかないと、うんね、あちなみにその黒黒塗りは白塗りになったんですよ <laughs> <laughs> 決してははは見えちゃいますね。そう,そういうこっちゃねえよってい話なんではははは期やっていてはははははははあはは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 てはは なんかやってるとだんだんといろんな関係性もできてきて、うん、まあその事業を止めれなかったのかもしれないし、うん、後から精査したらこれ絶対だめじゃんっいうのは分かったのかもしれないし、うん、まあ絶対だめじゃんって認めるとスキャンダルになっちゃって自分の首も怪しいんで、うん、なんとか粘るとう粘、ん、る、うん、ていうと住民監査というシステムがあって。うん、えこれはあのーその 都民ですね、この場合都民であれば、うんえー、一般人ができることなんですけど、えー、と2年以内に行われた東京都の、はいえー、施策がですね正しいかどうかを監査かけることができるんですよ 2>, 2年以内2年だったと思いますはい、はい、えっ、ー、とでそれやったんですけどやろうとしたんですけど市民オンブズマンっていう人たちがや、うん、動いてくれないんですよねちょっっっと、なんでっつったかな ひまそらさんに言わせると市民オンブズマンは市民ズブズブマンだからズブズブに使っててだめだって言ってできなかったとだから自分で住民監査を書類を書いて弁護士依頼してねその司法に関してひまそらあかねさんっていう最高裁まで戦ってる人なんでめちゃくちゃ強い弁護士と議論して勝てるかというとそれは違うと思いますけど考えいいって言ったらいいのかなだから東京都 な、まあ、めていたという,か,もうなんか目にも入らなかったような小さな一般人が、うん、それが東京都としてはその全然侮ってか、まあ、何の問題もないと思ってたんですよそんな小石が潰れるような、ねはいはい、なると思ってそのまあ一般人、まあ、左派の敵なわけですよね、そう考えると。東京都から左派系の団体が、うん、持ってくるある種の利権みたいなものがしかも。 ちょっと雑に取ってきてる利権みたいなのが、うん、え白日のもとにさらされてはいけないということで、はい、有名なリーガルハラスメント会見というのがやるんですよあ何でも聞きましたね議員会館って議員しか予約できないんですけど、うん、まあ一説には共産党の議員がやったとか、うん、取ったとかいう噂もあるんですけど、はい、そういう議員が取ってやる。 えと議員会館で7人の弁護士と、うん、そのコラボっていう団体の二頭夢野さんが来て、うん、まあ7人の弁護士はセブンナイツと呼ばれていて7人の棋士と呼ばれていて、まあ、ちょこちょこ入れ替わるんですけど。<laughs> はいはい 有名なのは、神原一弁護士っていう、まあ、左派系正義の弁護士ですね。ものすごく強い人。僕は絶対に説教されるから会いたくないめちゃくちゃ怖いす。めちゃくちゃ怒られると思います。あの、左派系のガチの人怖いんですよ。触れ上がること怖いんで、こそこそやってますけどね。そのは原一弁護士を中心に、暇空あかねやってることは、リーガルハラスメントですよと。このリーガルハラスメント自体は、その、 その会見以降はあんま語られないんですけど、はい、今あかねは女性を攻撃していて全ての女性の敵ですよと太田恵子弁護士が言ったりとか、うんね、でそれを一斉に報道して一般人の今あか、ねはい、まあ本名水原清照さんを一気に潰そうとしたんだと思うんですけどそれを SNS とか YouTube であのほ自分で放送する。 公表することによって、はい、逆になんか支持者がものすごく集まって、うんえー、YouTube じゃなくて Twitter は26万人ぐらいフォロワーが増えて、はい、それの前がいくつだったかちょっと僕はっきりしないんですけど、うん、そのさらに遡って1年以上前の、はい、えと他のとフェミニストと戦ってた頃はフォロワー全然多くないはず500とか1000とかそのくらいだと思うんうん、あそうなんですね,、うん、ねで寄付金が、えーっとですね、寄付金を募ったんですよ。はい、裁判 住民監査を戦うんで、はい、東京と戦うんでということで、寄付金を募ったところ、うんはい、瞬足で多分何千万とか言って、すぐ1億以上いってたんです、す現在1億5000万ぐらいあると思うんですけど、はいはい、これが大きな原資となってです、ね、ひまさらあかねさんはもう裁判で戦うとと、はい、彼が何のため戦ってるかていうと。うん カンパしてくれた人に対して仁義を通すということで戦ってるんですよ。まあ、なんか任教の世界みたいな。それはちゃんと彼はお金のことも公表してますし。うん、お金がすごく。クリアーにするというのが、まあ、彼の、まあ、一つの。 生命線ですかねそういういとこごまかそうとしてないですねごまかしちゃうともうさ何のためにやってるのか分かなくなっちゃう,そうですねそうそうそうあとそのレベルでごまかして税金とかちゃんとしないとすぐあの捕まっちゃうからまあでもごまかすような人もいっぱいいますからね,ねいっぱいいるんですよ実際今それであのアンチヒマそらあかねさんで間髪乗った人とかは 捕まるかもしれんみたいな噂噂が流れてますすすそうななんででねるほど。で住民監査をやったんだけど住民監査って割とその内側寄りの人がやるんで結論としてコラボのえっと出した資料はそれはおかしいと違うんだけど問題なしみたいなんかあのちゃんと問題あるとか指摘してんだけどあの。 なんていうのかな工事現場で言うならば、ヘルメットはない、え明かりはない、警告灯もない。これ非常に危険なことが認められるが、よしみたいな。ええみたいな。よし死にますせみたいな。そういうふうになって、それを不服としてですね、え住民訴訟というシステムがあって、住民監査の後1ヶ月以内に、住民訴訟を行うことができるんですよ。で、それを今戦ってる最中なんですけど、えーと、 あのそれがですね、うん、なかなかあのちょっひまそ、あ、らさんに言わせればですけど、はい、留保戦術に合っていると、ああ要するに、すごく判決を遅らせて遅らせて、うん、ゆっくりやられているもうあのだから次の都知事選まで逃げ切ろうとしたんじゃないかという説があるし、あある早くやったところで勝てやしないんですよ、はい、だって領収書ないんだもん、うんうん、<laughs> もう絶対に無理ですよね、もう。領収書なかったり、原価消却ちゃんとしてなかったりとか、なんていうのかな、この 初めての確定申告みたいなレベルでダメなの<ー> ね。まあ、ね個人事業主、一年目あるあるみたいな。そう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 。え、領収書ないんですかダメですよ、それ、消防つけてても、え、消防もないんですかと。何も申告できませんよ。まず消防つけて、白色申告してもらうんで、つってね。まずはですね。どうしてもないなら出勤伝票書いて、ちょっと追徴金払ってね、みたいな。わかんないけど、そんな雑なことしたことないから。えっと、まあ、 社会人が見たら誰でもが見てもだめってやつで、うん、結構な金が動きそうなやつで、はいまあ、あとはあのヘミニスト左派の活動がここ攻撃的で、うん、攻撃されたことある嫌な思いした人も多かったんだろうね、うん、俺もなんかいきなりミソジニストとか言われてすげえムカついたことがあるんですけど、うんうん、ちなみに暇らあかねさんもあのミソジニ・オブ・ザ・イヤー女性差別主義者・オブ・ザ・イヤー2023に 1>, 1位に選ばれるというねことがあってこれも確か訴えてるんですけどそのなんだあのオブ・ザ・イヤーがあること自体が僕びっくりですねまあだからどこで調査しとるんだいですねですね <laughs> しかんでしょうね恐らそ,、ね、<laughs> そうですね <laughs> <laughs> 誰にしてそやっぱあの僕の好きな白川さんっていう「週刊ウィル」だっけ、えっと、月刊ウィルだっけ、えっとまあ、ウィルって雑誌の YouTube にいつも出てる、はいうん、まあ星系の まあちょっと偏屈そうなおじさんなんですけど、はい、あの、なんていうか、ちょっと悪口言うとモテなそうなおじさんなんですけど、<laughs> <急に> <laughs> <laughs> なんだけど、はい、まあ、よくよく調べているし、非常に説得力がある人ですよね。はいはい、ほう。うん、なんか保守系の論客って、モテなそうな人が多いですよ。うん、なんでなんでしょうね。佐賀はおしゃれなんですよ。え、なんでだろう。ね。うん、面白いよね。ね。うん 守りに入っちゃうからなのか。保守は、保守は多分、研究者みたいに、細けいこと調べて、リアリズムでやるけど、あの、佐賀はロマンを語ってればいいから。ああ、なるほど、なるほど。やっぱりね、平和が一番で、平和に飲む酒が一番うまいみたいな。うまい平和に乾杯みたいな。そんな。で、マジで、そういうレベルの人も、鳥越俊太郎さんが立候補し、都知事選に立候補した時、マジでそのレベルだったんですよ。あ、そうですか あれって感じだったんでねその左派系のめちゃくちゃかっこいい朝日新聞の論説委員会人ね、うん。あ、そうなんですね、うん、ど,どうなってんのと思ったぐらい、うんはい、そういうことが起こるんですよねうんまあねさ,さておきなんですけど、はい、今住民監査を終えて住民訴訟を戦いながら、うん、でその時、えー、と東京都が開示の手続きにおいてちょっと不備があったんですよ、はい、えと開示なんだっけ国売で買ったやつなんだっけ 開示のなんでしたっけうちの番組でやったんですけど、はい、パッと思い出せないんですけど、うん、開示しないって判断だっけそうそうなんかその,あの開かれた都政を開示する義,、まあ、義務というか法があってそれに準じた行動じゃないよみたいな感じになったっけうんで、はい、それに対して、はい、あ違うえっ、ー、とね開示はしたんだ えっと、してないんだけど、すで、はい、に公開されてる情報に対して、開示できませんって言っちゃったんですよ。はい、あそうか時系列が時系列ずらしみたいなやつで、ちょっと、うちでもう2時間かけて解説したんで、はい、俺が忘れてたんですけど。あの <laughs> 要するに、えー、開示をするかしないかという判断をする時期を東京都が自分の判断で動かしてたんですよ、それは法律にそんなこと書いてないから、それは違反ですよという判断が出て、はいはい、その解釈はだめよってことですねであのそういう開示,を送ら開示が得られなかったというのは損害があるんで、ということで、国家賠償請求訴訟に暇倉兼さんは東京都に対して勝って、はいえっと、国家と言ってるんですけど、うん、えっと地方行政。 でも、地方自治体でもいいんですよ、はいね。東京都とか岐阜県とか鹿児島県とか、うん、鹿児島県やった方がいいんじゃないですか、今ね。わ <laughs> <laughs> かんないですけどね。あの <laughs> 警察もめてますからね。はいはい、そういう、国家賠償訴訟というのに勝って、えー、第一審で勝ってですね、賠償金1万1000円なんですけど、はい 賠償金はそんな問題じゃないですうん、うん、あの賠償金取るための裁判じゃないんで、うん、大事なのは、その東京都が法律を恣意的に判断していて、はいえー、都民のために開かれた政治をしていないと、うん、ちゃんとやんなさいという判断を裁判所が示したわけです。ということですね。そうです、す、はい、で、えー、東京都は控訴しました。うん。うん、なんで、まだ確定はしてないんですけど、1、はい、まあ一審は勝ったわけですよ。うん で国売勝った男って言って、うん、でアンチの人は1万選手が取れてねえじゃんゲラゲラゲラとか言うんですけどうん、うん、そうじゃないですよ、はい、あの9割勝てないと言われている国家を賠償請求訴訟でしっかり勝ったっていうことは非常に重要であり、うん、結果が重要なんですもんねそれでありやっぱり、うん、あの開示をするかしないかとかをぐちゃぐちゃ考えて理屈付けんじゃねえとちゃんと法にのっとって全部開示しなさいっていう判断が出たんで、うんはい、これはひまそらさん界隈に、ね、非常に追い風になったんですね。 で、国家賠償訴訟請求を経て、今は、えー、住民訴訟の結果が出るのを待っているところなんですけど、な,どなかなか時間がかかるわけですね、うんうん、で、えー、その後はまはあ、ジャニーズ潰しがあったんですけど、はい、ジャニーズが潰されて、その後ろに左派、えー、系の団体がいて、うんっ、ジャニーズ利権を乗っ取ってですね、要するに文化を壊すような動きをしてるんじゃないかとか、ジャニーズ潰しと戦おうとしたりとか。はい ああ、とはまあ、これちょっと支援もあるんですけど石丸慎二さんね僕もあんまり個人的には好きじゃないんですけど、はい、多分ひまそらさんが嫌いな理由と支持しない理由と僕が支持しない理由はちょっと違うんですよでえっ、ー、とそういうのを経てちょっと最近様子がおかしかったんですひまそらから様子が様子がおかしかったんですよちなみにどういうふうになんだろうだだだ大丈夫っていう感じ なんかワタワタしてるように見えるみたいななるほど言動もちょ,ちょっと過激というか何、はい、ていうのかな,なんか今までの余裕がなくなってるような,なんか世話しないようなうんちょっとこれ感覚的なんですけど、うん、なんかなんか様子がおかしいなっていう感じだったんですよ。で石丸さんと,、えー、っと石丸真二と対談をした時も、うん、やっぱちょっと様子がおかしくて、うん、まあそれはあの。 アンチそらネを大量に産むことになったりとか、うん、それに乗っかってくるアンチの人たちの言論にさらされて、はい、やっぱちょっと嫌そうだなと思ってて僕もあのなんか、ね、一応支持者なんで僕は、はい、変わってあげたいんですけどなんかちょっとなかなか難しいとオタクオタクだからオタクってやっぱ攻撃されるんではいでえー、っとなんていうか キモオタがキモいって言われてることに関しては何も言いようがないという感じです。ああ、そうなんですか。<laughs> ちょっと感覚的にはあんまわかんないけど、そういう感じなんですか。で、石丸さんとの対談も、うん、えっと、彼の中では漫画を知らないのに知ってるっていうふうに石丸さんが言ってたとは許せないみたいな話で、うん、まあ、まあ、都政を考えたらどうでもいい話どうでもよくないんですけど、要するに、石丸さんが嘘つきかどうかは大事だから、それ大事だっていうふうに、 支持者のた人たちは何とか落ちはうんうんだけどでもやっぱちゃんと都政の話とかした方が良かったんじゃねえかなっていうのは正直あったのねそれは石丸さん側がってことですかい,えいやいやひまそらさんがあ<ー>あの政治の話を振ってあ振ってね話した方が良かったんじゃないかなと思ったんですよあまあ確かにでそこで漫画の話ばっかりしてるから漫画クイズになっちゃって、うん、まあ それをどうなのかって言った僕の好きな熊猫玉がスパイ疑惑って <laughs> なったりとかですねちょっとあれーっていうっんざわざわし、ね、ザワザワ今しててひまそらさんもなんかあの、まあ、放送中に鬼滅のこと喋ってる時にちょっとう <laughs> うん、<laughs> みたいになっちゃったりとかそう,なんだうーんどうしたと、うん、でまあひまそら金は劣勢だから早く離れるとか言ってくるやつがいるんですよほうほうカルピス軍団とかでそれはあの、まあ、しょうがないよねあの僕が 指示したから、うんうん、死ぬときは一緒なんですけど、それはいいんですけど、確かに様子がおかしいと。なるほど。なんか思い詰めてるように感じる。うんうん、俺はもう、補事戦のとき狙われるかもしれんとか、潰されるかもしれんとか言ってたりとか。で、様子がおかしいまま、告示日の今日の昼になったら、ひまそらあかね立候補、はぁーって言うね。はぁーってなって、はい、で、一応、 この速報版では言うと、えっ、ー、と、公金中中をなくす、東京都をデジタルで楽しませるという、はい、えー、公約を掲げてですね、YouTube と Twitter のみで、えぇ、ー、はい、なんうかな、政治、えぇ、ー、なんうだっけ、選挙活動をすると、いうことを言っていて、公金中中のところはですね、はい、えと、今言ってきたような、うん、WBPC に、 えと代表されるような、はい、そういう、あのー、効果的とは思えないお金の支え方、しかも仲良しが取れるような取り方っていうのは、おかしいよっていうのをずっと言ってきたわけですけど、はい、それを選挙活動を乗せて、めちゃくちゃ言えるわけですよ、そ、うん、そうかそうかかこれ、今、今の都知事選の構造って、蓮舫、はい、対小池百合子、うんまあ、差し馬で石丸真二なんですよ。はい、だけど 小池より子の言ってることと蓮舫の言ってることは、あの、僕の元同級生の山口真由さんが言ってたんですけど、あんま変わんないよね、と。まあ、難しくなっちゃうよね、みたいな感じで言ってたんですよ。似てるんですよね。そうなんですね。俺の大学時代のレパートリーで、真由のモノマネって。中村真由のモノマネやって、ええ、って、仲間してるって。そえできない。 <laughs> マユのモノマネって <laughs> 山口マユさんが言ってたんですけど。<laughs> はい、だから、蓮舫と小池売子が、はい、だ結局、小池売子の代わりに蓮舫がなっても、その利権は引き継がれるだろうと。まあ、ひまそらさん目線ですけどね。はい、利権なんかないっていう人もいいかもしれないけど、そういう状況で、えっ、ー、と、そこをですね、逆転する。 には石丸にしたところでですよ。うん、石丸なんかもっとひどいよっていう風に飛馬沢様言ってて、うん、投票するところがないとうん、うん、どうするとじゃあユリコを入れるしかないのかって言ってて、でまあ他の方末候補はまず受からないんで、はい、だから自分の言ってる言動に一貫性がないという風うにカルピス軍団に戦えるようになってたんですよ。はあなるほど。カルピス軍団はまあアンチ集団で、うんうん、えっと基本的には匿名ツールを使って絶対自分がわからないようにっていうなんかあの。はい 本当はあのロシア人のスパイみたいなことやってるんですけどロシアのスパイみたいな感じで言論をつまりアンチヒマソラ言論、うん、しかもちょっとゴシップ的に展開する人たちね、うんうん、たわざと知能を下げてそれの掲示板見れば大体何言ってるか分かるんですけど掲示板代わりになるようなアカウントがあってうん、うん、そうするとまあ結構最近オセオセだったんですよあ<ー>ここ数日ね。で えーとまあ、そこに対して、まあ、この立候補したことで、うん、まあ超強力なパンチをできると、これ、たと思いま全員、ね、これ、驚かなかった人はいないんじゃないですか、そのひもさるさんのことを知ってる人で俺の予想なんだけど、うん、結局、自分はその政治において予想ね、はいうん、石丸真司に対して何も言えないぐらい、やっぱり、うん。 政治家とステージが違うと悩んだと思うんだよ、ただ批判されてあの人、エゴサすげえするからエゴサブロッカーと言われてますからねで悩んだとこもあると思うんですよ、そっか漫画のこと守るにはやっぱ政治のこともしないと石丸にもなかなか勝てないとそう思ったか知らないですけどねまあそう計算して勝つにはどうするかと自分が政策を展開して都知事に立候補することだと。 これあ二重の手で非常に素晴らしくて、ひまそらさんはゲームがすごく得意な人なんで、二重、三重の手を打つことが多いんですけど、これ、本当二重の手で、一つは N 国党効果があるんですよ。N 国党効果 ?N 国党はたっぷり立候補して政権放送で NHK をぶっ壊すって言って、NHK でやるっていう、あれだから20人ぐらいいて20分ずつだったら、なんだ、400分のかける2だから、900分でしょ。 15時間ぐらい <laughs>。NHK をぶっ壊すと、ね、NHK の不正はって NHK でやるんですけど、はい、まあこういう効果がある。うんうん、選挙で、選挙で暇さんができることは落選運動しかないと。うん、要するに、この候補はダメだから、うん、えと入れないようにっていうふうに誘導することしかできなかったんですよ。うん、立候補してないと。今まではね。そう。うん、だから、暇空さんに言わせれば、選挙っていうのは、あのゴ,ミゴミ箱の中から、 うん、あのよりましなゴミを拾ってくるてい、ね、<ー>もっとひどい言葉で言ってた気がしますけど <laughs> っていう選挙だったんだけど <laughs>、はい、そこは自分で立候補しながら、うん、より良い政策とかを訴えていくということができるようになったんでこれ僕のイメージですけどおとといぐらいまでのメンヘラそ空あかねさんより、はい、多分1億倍ぐらいパワーアップしたとこれは取り上げないわけにもいかなくなってくるし。 じゃあ N 国党みたいに国受かるとは思ってないはずですよ受かるって言うかもしんないけどそれはなんかちょっと無理があると思うんですよ誰か分かんないじゃん花さんならいざしうですけど日ささんもやるってなったら実際やると顔出しもしますと言ってまね実際やるって言ってるんでやるってなったらやるんでしょうでしょうね受かればやりますとそういいじゃないですかやってもらえたらうん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  なんかもう利権とかないし正直都知事って素人でもできるんですよ青島幸紀夫とかやってたしねあの人全然行ってないらしいからね都庁にねでまあのまさらさんといえばもうめちゃくちゃ監視してきて細かくてうるさくて怖いんですけどそれが上にいることって結構いいかもしれない確かにうんうんうん いいろいろチェックするにはいい目を持っていらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、まあ、あと東京都をデジタルで楽しませるっていう公約もあるんですけど、はい、これに関しては、えー、と一応解説すると、うん、ええ貢献中ちだけではおそらく弱いと思ったんでしょうね。と、うんはい、いうのもあるし、うんまあ、壊すだけじゃなくて建設もしなきゃいけないということで、うん、まあこれフローレンスっていう、えー、と渋谷区とか文京区でえー、っと助成金だったから、まあ、割とその。 渋谷区でふるさと納税関係をでお金とかをちょっと、はい、あのなんていうのと、まあ、なんて言ったりとか、うん、えと関係しながら事業をしている NPO 団体フロレスっていうのがあって、はいまあ、そこの、えー、と代表の人の奥さんが都民ファーストにで立候補どっかのどっ区議だ帰宅区議だったかなんかだったかな、うん、立候補したりとかわ、はい、とつながりがあると見ている団体がど、はい、その子どもの支援のためになんかあの 体験支援とか言ってちょ,ちょっとまあ悪いっては言えないんだけど大金公金使ってやることかなみたいなやつがあるんですよ。ね悪い、うん、とは僕はあのそこまで精査してないんで分かんないんですけど、はいまあ、それの発展解消したような形を目指すっていうことだと思いますね。よりあのデジタルであのまあちょっとまだ僕は詳細は分からないんですけど。うんうん えーとつまり、東京をよくするための政策と、うん、悪くこがなくなるものを両方立ててきたっていう感じでしょうね。でも、最大の武器はしがらみがないこと、ね、で当選するために弱いのはあのー、しがらみを、えー、と要するに背景になる票を集めるための背景がないでしょ何万票集めればいいのか知らないんですけど、はい、さあどこまでいけるかっていうところですよね。ね というようよな解説でございいました、はい、いや僕ぶっちゃけて言うと、うん、初めてひまそらさんの、うん、まあアーカイブですけどライブを最初から最後まで当倍速で見ましただからやっぱすごいことが起きたなと思ってます、まあ、僕はこういうい話を聞きなながらもあまり見てなかった人なんで,すよでも立候補っていうのはやっぱりそれだけ人の注目を浴びるでしょうしちょっとこうまあどうなるか。 今後期待ですよね。あれさ、喋ってんの聞いてさ、ひまさらさんすごい、すげえって思わなかった思った。僕、ぶっちゃけちょっとうるっとしたもん。はい。だから僕、最初から言ってんじゃん。僕より頭いいし格上だよってで、あの、アンチはひまそらバカだみたいに言おうとするんだけど、僕はもう自分より賢いし怖いし強いって思ってるんで、ただ相当めんどくさいんでそこはね、性格の部分もね、めちゃくちゃめんどくさいし、あの、まあ、僕がギャルだったら、そんな奴は嫌なんですよ。もっと優しい人がいいから。まあまあ、確かに。そうですね。 すみません、立候補してるのにね、そんなこと言ってね、そういうことで、ですね彼は、ネトゲ戦記の話とかもしてますけど、まあ、本も出していて、それを見ると、彼がいかに戦略的にやるのかってことですよ考えるとですね、まあ、頭にあったんだろうね、自分が出るしかないみたいな、当日まで言わないっていうね、これがしびれますね。 いい、あれじゃないですか。あの、プロレスの興行誌になるんじゃないですか。<laughs> <laughs> ということで解説は以上ですね。はい。えっ、ー、と、この後、ひまそらあかねさん、えっ、ー、と、私は支持していこうと思うんで、うん、足利さんも、あの、都民だったらもしかしたら言えたかもしれないけど、あし、ね、さんは、まあ、ね、関係ない。はいまあ、俺は、今のところやっぱひまそらあかねに、 指示するけど、入れるか入れないかとかはあんまと言うのが難しくて、YouTube とかで、ちょっと見てます、一応、よくちゃんと見てます、皆さんも話を聞くことが言えなくても、彼が言ってることは東京都の隠したいような部分に対してかなりリーチしていくと思うんで、力だと思いますそうですね、楽しみですね。じゃ 一時解説動画はここで終わりで、これ出したらもうちょっと深掘りしてたら出しましょう。わかりました。はい。えっと、チャンネル登録とですね、あの、結構、なんていうかアンチ派の、ひまそらアンチ派の良くないねがついたりするんで、よかったらいいねを押しておいてください。はい。ぜひよろしくお願いします。お願いします。チャンネル登録もぜひお願いしますね。はい。チャンネル登録。お願いします。はい。それでは、聞いただきありがとうございました。